気ままにダラダラ、ショーチャンネル。1,2,3 で後ろ下がる。OK。1,2,3。あ、違ったー。四つ目あったんか。やられた。てかこれ間に合うか。間に合わなくね。1,2,3,4か。ほい。1,2,3,4。無理。これは無理。え、どうしたらいいんだこれ。っていうかさっき一つ目生き残ってからもうそのままあれなのかな。落ちればいいって話？一段目。なんでここリスポーン？なんか知らんけどクリアした。なぜや？なんでや？バグった？バグったな。これいけるで、もうそのまま。で、多分そこにあるやろ？あった。で、ボタンは？こっちか？あった。はい。よし。開いたか？開いた。マジでクリアや。なんで？今日いいのか俺。今日行っちゃったもんな。もう仕掛けはまあ分かったから、まあクリアとしよう。すげえな。あのクリア方法すげえな。というわけで、レベル8クリア。あーびっくりした。じゃあ次レベル9いきましょう。でレベル9がワンレージステップなんだろう。ほいステップ、ほい、どんな、うわ何あれ、クローストーン、うわ、けどこれわかんねえ。ごちゃごちゃしてんな。いやー、これもさっき見たらいかんかな。バグってくれんかな。まあ行ってみよう。ほい、どこだ、どこを目指せば。あー、なるほどね、そこの水か。ってことはちょっと前に出てって感じか。よし、わかった。ここで思いっきり前に出る。あー、出すぎた。あー、出すぎたな、これがあんのか。了解了解。けどこれちょっと苦戦しそうやな。さっきのが簡単に言ってしまったから、ここはちょっと怖いぞ。どうや、あー無理ー。来い。あー、あとめかー。来い来い。あー、ダメか。飛ぶからのダメー。来い来い来い。あー、また同じ場所。よし、来たー。もう終始無言やったけど、やっといけたー。ここえぐいわ。あー難しかった。で、とりあえずここはクリアしましたけど、ここなんだ、なにこれ、ロケットか。あ、ここ星なのか。あー、だからグローストーンとこのわけわからないし、これが無数にあったわけで、っていうことは宇宙なんだこのテーマ。あー、なるほど。じゃあこれは色的にあれなのかな、月か何かをイメージしてるのかな。あー、でおそらくこんだけデコボコやから、こういう中に隠されてるか。もうなんかそんな予感がする。
か隅っこ探してみるか。けどもう目立ったものってもうそこしかないけど、あ、そこ入れるか。こっから回っていったら、あ、はしごあんじゃん。ってことはあるか。お、チェスト発見。あれない。スカかよ。今さらスカとかいいよ。またスカ。どうなってんのこれ。これもここないか。こん中なんもないよな。どこだ。やっぱこういう中にはないか。いや、ないな。てかこれ何の部屋。あ、操縦室。すげえ、こんなとこまで作られてんだ。今日狭いな、これこんな空間で操縦できんだろう。で、ほんとないっすよ、ここ。ハズレか。やっぱ外なのか。いや、ないぞ。こっちまだ見てない。は？え、なんでもうドア開いてんの。え、俺どこで押したん。え、なぜ。俺まだ見つけてねえぞ。なんでや、どこにあったんや。え、でも押したって言うたらこのロケットの中しかないけど、え、この中あったんかな。まあいいや、とりあえずそっちは解決。解決はしてないけど、まあいいや。じゃああとはチェストだけか。今日そのチェストが見つからねえのよな。どこ？あ、あった。ここ？ああ、もうなんでここだけ俺見つけねえかった。あったー。上ばっか見てたんか。アホ俺。でもよかった。これで見つかった。よし。まあ、とりあえずボタンの件はまだわからんけど、とりあえずこれでクリアやな。まあ、また後で他の動画見て、ちょっとどこに正解があったんか、また調べとこう。よし。で、これで、やっとラストか。あー、長かった。よし。じゃあ、次がラスト。レベル10。タイトルがスパイラルジャングル。まだ怖いなぁ。まあ最後にふさわしいタイトルやね。よし、行こう。で、またガチャン。さあ最後は、うーわ、どないなってんのこれ。スパイラルやけど、うわ、もうなんか見るだけで気持ち悪い。どこだ。そこの穴か。ここか。これいけるかな。まあとりあえず初見はね、まあどうしようもないと思うから、とりあえず行ってみます。 GO！ どうだ。あー、でも惜しいところまで行った。ヒューと、今度こそいけるはず。飛んで飛んで飛んで、1、2、3、4、5、入ったやん。か、お、きたー。58回目やっと来た。あー、やったやった。やべえ、心臓のバクバク止まらんね。もうろれつも回んね。やったー、やっと来たよ。で、あとは出口のボタンとエメラルド。で、ここはどうなんだ。やっぱここを見るべき。ジャングルだから遺跡か。あー、隠されてる的な感じか。
これから。お、開いたぞ。ってことはあるか。あ、あった。え、なんもねえじゃん。え、嘘やろ。あれ、ここ外れ。え、これは、いや違う、普通に外れだ。なんやねん、もうぬか喜びさせんなよ。これボタンによって変わるとかないよね。いや何もない。なんなのそれ、もう素直にさ、クリアでいいじゃん。え、他何もない。暗いな、今日もここないだろう。マジでどこ？っていうかこの遺跡はまんま関係ないんかな。なんもないよな。あ、あった、ここにあんのがよ。え、俺これ見逃してた？開いた。あー、やっぱこれ正解だ。あ、ていうか外見えてる。裏側見えてる。はー、もうこれ探すだけで精一杯だったけど、あとはエメラルド？多分もうこの中にはないな。うーんってなったら残るは水の中か木の上？どこや？そんな難しいところじゃないと思うけど今回。そんななんか隠されるような場所ないもんな。上か？これいけんの？あ、でも上まで登れる。これどうだ？これ以上は？お、いけるか？おまけよ、なんもない。こっち外れ？よいしょ。もうここ乗っちゃってるけど。これを続いていってどうにかならんかな。いや無理っぽいな。やっぱ下からか。よいしょ。ないかな、どっか上がれる場所があるんやったらね、確実に隠されてるもんはあると思うんやけど。よいしょ。こっちは、あった、チェスト発見。これがスカじゃなかったらいいやけど。どうだ、ほい。あれ、あかねえ。え、あかんぞ。え、これ開かないってことは外れなのか。これちょっとごめんやけど、一回これ上壊すか。多分壊すことはいけるよな。あ、いける。バグじゃないといいんやけど。バグだった。正解じゃねえかよ。なんやねん。はあ、じゃあここが正解だったのな、本当に。なんや、あー、葉っぱがあったからあかんかっただけ。なんやそれ。なんか縛らん最後だったな。まあいいや、これで全部クリアか。よし、じゃあ帰ろう。オッケー。さあ、というわけで A ドロッパーアニメデッドクリアしてまいりました。イエーイ。いやー、ちょっと時間かかったけどね。いやー、やっとこそクリアまで至りましたよ。まあ、だけど今作あれだね、あんまり落下要素はなかったね。だからどっちかというとなんか探すのがメイン、あのボタンとエメラルド、なんかそっちのがメインやったな。まあでもその代わり背景とかね、きちんと見れて、まあそこはそこでよかったかな。うん、まあ結構作られてたもんな。いやー、でも面白かった。うん、まあ無事ね、まあクリアもできたし、エメラルドも集まったし、まあよしとしましょう。で、とりあえず、マップの方はこれでクリアしたんだけど、まだ、実は終わりじゃないと。で、それがね、
この奥の部屋にあるんやけど、こちら。さあ、こちらの部屋でございます。最初の部屋じゃないよ、あの部屋とはまた別で、ここでねまたやることがあって、この下、この下がね実はドロッパーだったかなになってるんだけど、ここに、今回ゲットしてきたエメラルドを入れていくと。で、入れるとクリアの報酬がいただけるらしいんやけどね。さあ、何がもらえるんでしょうか。いやー、よかった、全部集めといて。よいしょ。で、あと3つ。ほいほい。さあ、何が起こる？ん？全部入れたよな。あれ？何も起こんね。あ、開いた。これか？これが報酬か？あ、そうだ。Thank you for playing。で、これは多分エメラルドブロックとダイヤブロックかな？だね。これが報酬か。まあ十分な報酬やな。あー、なるほどな。最後の最後まできちんと作ってんな、これ。いやー、面白かった。まあぜひね、皆さんもこのマップダウンロードして遊んでみてください。面白かったよ。じゃあとりあえず動画の方はこれぐらいで終わりしようかな。うん、それじゃあまた別の動画で。またねー、バイバーイ。